今回の新人王物語、5月15日2軍横浜戦から物語を再開して進めていきますが、以前2軍のゲームでホームランを打ててない秋広、打率2割2分1厘0ホーマーという、ちょっと悲しすぎませんかね。2メートル超えのフィジカルでパワーも確かあって弾道までもあるけど、いかんせん当てる技術がなさすぎてホームランにならへんねん。今回は秋広の注目する機会を多く増やして、一発狙いのバッティングに徹して、まず一発を打つ。やっぱそれを打たないと本当の意味でシリーズの始まりを告げたとは言わないわけですよ。それを打ってなんぼだと思うし、そういう育成方針でこれからもやっていこうと考えてるしね。今ミート能力向上させるためミート練習しかさせてないですけど、それは当てる技術がないから、それもある程度のとこまで来たらパワーに切り替えて、そこの部分も育成していく予定。いい加減早く打ちたいんだけどな。まずは横浜戦で出るか、いきなり出てくれたらいい。球場が若干広いんだよな、この2軍のこの球場って。これ全部この球場で行われるんですけど、広いしフェンスも高いから、1軍の本拠地の東京ドームよりかホームラン打つ難易度が高いよね。その部分もなってかっていう問題ではないな。相手ピッチャーが2軍級なんだから、それこそ打たないと。まあ今日の先発は神茶谷ですけど、この打球は落ちもしないし、スタンドまでも全然届きもしていない。一発狙いに徹して出る打球があれは悲しいな。もうちょっとちゃんと捉えたいけど、あらー、この打球も弱々しい。弱と弱しか積み重ねられてない。そしてようやく出るヒットっていうのも弱なんですよね。詰まったヒットだったりシングルヒットだったり、とにかく弱々しい姿しかまだこのシリーズではさらけ出してないから、いい加減強い姿をね、それを見せるための今回は会議していこうと。見せたいんだけど、ちょっと見せれないな。打球上げれてないし、ポイント合ってないし、タイミングも合ってないし、ね、打てる気配がないしで、ね、諦めしかないな。こんなやつが将来的に新人王取れるわけもないしっていうね。全然何もできていない。2軍でこれかこれなのか。いつまでもダメな秋広じゃない。結局でかいだけなの、この世界の秋広は。そんな風にはしたくないんだけど、でかいだけの人となってないから、まあシングルは1本生まれたんだけど、求めてるのはこの結果じゃない。まずこの横浜戦で打つことはできず、9回のチャンスを打ったことは褒められて、1軍まではあと一歩。貯金で秋広打ってることもあってか、だいぶ評価貯めてたんですね。1軍まで少しというところまで来てますが、まあたとえ昇格チャンスを迎えたところでも、そこではわざと凡退しようと考えてます。今1軍に上がっても本当にやるべきことは何もない。この1年間とにかく2軍でフィジカル、あとは技術的な部分を磨いていこうと思ってるし、さらに釣りですね。休日フリーな日というのは川岸に行って釣りをする。前回から始めた船釣りをこれから極めていこうと思うんですよ。おそらく釣りって技術系の特殊能力とか能力に繋がってくると思うんですよね、極めることによって。だからこれをやっていこうと考えてる。ちなみに今日は船の活性がいいぞ。活性が低かった時は遅めに竿を上げてたんですけど、活性がいい時は早めにその逆に上げてみたら結果ついてくるんじゃないか。さあ船釣り開始だ。今日は浮きがよく動くな。惜しい、もうちょっとだったのに。今だ、船が釣れた。簡単に。よし、大物が釣れたぞ。船が釣れた。めっちゃ簡単に。めっちゃ釣るやん。めっちゃ釣るやん。ああ、逃してしまった。で、結局トータル23匹釣れすぎ。そんな釣ってどないすんねん。まさか食ってるわけじゃないよね。今飯トレしてると思うんすよ。リアルでもこの世界でもね、フィジカルを高めるために。船を食う秋広とか見たくないというか、そんなプロ野球選手見たくない。食うためにやってるわけじゃないからね。技術を掴むために、野球につなげるためにやっていて、G ランからのスタートだったんですけど、いきなり F になって、まあここからさらに上げていくってなったら時間もかかるし、釣りに人を誘えるようにもなったらしいので、次やるときは誰か知り合いを誘ってみるのもいいかもね。で、これだけ釣ったのにもかかわらず調子が変化して悪くなる。なんでだよ、船釣ってる意味ねえじゃん。ただでさえ打ててないの、こんな状態で次の2軍楽天戦迎えたところでより打てないわな。こういう時は本来ミート打ちに徹してヒット狙いにした方が経験値も溜まりやすくなるから、そっちの方がいいんだけど、まあ、今日は強振狙いでちょっとやっていこう、打っていこうと考えているのでね、今回の動画では一発しか狙わない。もう欲しいのは今一発という結果なんですよ。その模様をお届けすることができたらいいんだけど、ど真ん中失投なんだよね。それを打ち損じてショートフライってなんだよお前。逆にどうやったらできるんだよっていうね。こんなやつが将来的に一軍で新人王になれるわけねえよ。打てないから諦めようかな、一発打つことはね。まあ選手に任せてたらいずれ出ると思いますよ。この5月中に出るかどうか置いといてね。今打ちたいから今注目してやってんの。その今をあんな球逃してたらいつまでたっても打てないよね。ど真ん中だけが今唯一打てる可能性が高い、パーセンテージが高いの。そのど真ん中を打ち損じちゃったんだから、もうありえないね。いろんな諦めが生まれてきた。こんなやつをシリーズの主役に置いて新人王を取りに行く、無謀なチャレンジですよね。そんなやらんでええわ。
でもやっちゃってる、始めた以上やらないとダメじゃん。でこんなところで打てないのであれば1軍で機会をもらったところで、そしてもちろん1軍のゲームは全部俺の手でやっていこうと考えてるんですけど、打てないよね。結局秋広の能力が上がろうが、プレイヤーとしての俺のスキル、またこの秋広にアジャストしていかないことには、新人を残すための数字を1軍で残せない。全然成長できてないですけどね。互いに秋広も俺自身も誰も得してないシリーズですわ。じゃあやらない方が良かったっていう諦めと後悔がすでにここあんのよね、残念ながら。てる球なんて一球もねえぞ、打たす気ねえぞって感じで、真ん中もう一球来ねえわな。来るわけもなく、また機会をもらうことができた第5打席目、状態の悪さもあるし、単純な力のなさもあってが、全然打てる気配もなく、実際打てていないこの5打席目も打てずに終わってしまうのか。もうちょっと強気で振り回していきましょう。もっとファーストストライカー狙いにいってえわ、これ。まあ、こういう緩い球ね、うまくアジャストしていけば簡単飛んでいってスタンドまで届いたりするんですけど、バット折られてね。さあ気持ち切り替えて、今日2軍日ハム戦が行われるのでね、ごたこやらかしてバットまで折れた前日のことは忘れて、今日打つことだけ考えていきましょう。2軍のゲームなんでね、もう1試合1打席の結果をネガティブに捉えることはないと思います。それは打てればいいですけどね、打ててないことを嘆く必要なんてなくて、次打てばいいんですよ。全然打ててないですけど、次打てばいいんですよ。その繰り返しでいいんですよね。2軍でどれだけ凡退を積み重ねたところで、まあ1軍の公式記録には当然ならないわけですから。でもこんなことやってたら1軍の及びかからないし、技術も身につかないから、結局はってことになるんですけども、でもそんなことにはさせない。よし来た、この打球、でもここまでだな。ようやく強振で捉えた。やっぱ当たれば飛ぶんだけどね、あのコースをあそこまで持っていけるんだから、より甘いとこに来たら確実にスタンド、例えばあの真ん中打ってた確実にスタンド行ってたでしょうね、今の打球見る感じは。ここはねランナーがいるケース、まあ今ランナー云々関係ないですね。どんなシチュエーションであろうがホームランを打ちたい。はい、打てない打てない、結局ね続けて打てない、確かな技術がないから打てない打てないを積み重ねて、最後まで打てない打てないなのか。せっかく1安打打ってもその後の打席内容がひどすぎてポジれないっていうね。もっと1打席1打席を俺はポジっていきたい、願ることはしたくはないんだけどね、ポジポジしていきたいの、全然ポジポジができない。その後ひどいもんをさらけ出すから、あんな得点圏の場面で雑な凡退、一発を狙いに行ってるとはいえどひどすぎるだろう今のは。ここでもまたひどさをさらけ出してしまうのか。いやもう打てる球が一気もないですね。コースの際決まる球は打ちに行かなくていい。でもでもいずれ打ちに行かないとダメであってね、それ以前にもっと甘い球来てくれるのであればいいんだけど、なんか2軍の投手の割みんな制球能力、秋広の打席の時のも高くなるのよ。全然打たしてくれないんだよな。もちろん秋広がっていうのもあるんだけど、こっちの問題というよりかあっちの問題だと思う。1軍級なピッチャーな投球してくるからさ、君たちがそんな投球を2軍でできてるのであれば1軍に及びがかかって1軍で今投げてるはずなんだよ。普段できてないから今2軍にいるわけでしょ。なんで秋広の打席限定であんな球投げれんだよ。うわ、その流れで調子絶不調なる、マジかよ。こんな状態で打てるわけないじゃない。船釣りしてからめちゃくちゃ状態下がってるんだけど、これやっぱなんか船が影響あんのかな。もしかしてやっぱ船食ってる。もう一回川岸行きますけどね。でなんか釣りのランクが上がったことによって知り合いを誘えるようになったので、知り合いの選手呼んで船釣りしてみましょう。釣りやってるやついんのか知らへんけどな、船釣りなんて。特に誰か、あ、いましたね、山瀬だって。そういや前なんか川岸来た時こいつに出会ったんだよな。ということは勝樹に関してもどうやら趣味が釣りらしいですね。この二人を誘うことができるかな。どうしようかな。じゃあ山瀬でいいかな。これ知り合いの選手を誘って釣りするとなんかプラスがあったりするのかな。あ、秋広かどうした。え、船釣りいいぜ、すぐに向かうから待っててくれって。準備早いなお前、即答じゃないですか。ちょっとは迷えや。え、船釣りかよ、やだよって言えや。何船釣りだからすぐ来てんだ。え、山瀬選手と船釣りを楽しんだ。釣りスキルが少し上がった。なんかすんげえあっさりしてましたね。なんかもっと選択肢があってね、それこそ一人でやってる時みたく、なんか選ぶことによって山瀬に勝ったり負けたり期待してたんですけど、すっげえあっさり終わって、あれだと一人でやった方が楽しいかな。なんかいろいろと選ぶこともできるしね。一応ゲーム感覚でやりたいじゃないですか、釣りなんでね。そんなテキストだけで釣りやりました、知り合いとやりました、なんて悲しすぎるでしょ。ただ待てよ、今日絶不調なんだよな。お前こんな打てるわけないじゃないですか。ほんと釣りし始めてから顔色がすごく悪くなってる。やっぱ釣りの疲労がこっちに来てるってこと。野球だけに集中した方がいいのかな。でも釣りをすることによって得られる技術、特殊能力きっとあると信じて、これから釣りを極めていこうと思ってるんだけど、ただ野球の部分に弊害としてこうやってね出てきているのであれば、やらない方がいいんじゃない。釣りした後って毎回状態悪くなるんですよね。初めて釣りした時もそうやったわ。これは秋広云々関係なく、この状態の選手では打てない。ああ、もう打つことできた。いや、でもこれ状態が普通ならもっと飛んでるし、あとはスタンドに運ぶだけ。それを打たないとシリーズの始まりを告げたと言えないわけであって、それを狙ってやってるんだけど、全然出ないというか、この状態ではまず出ないね。それこそもう真ん中に来た球を運んでいくしかないと思う。こんな際の球打ったところでスタンドまでは届かない。これは単純な実力不足ですね。秋
明宏の力のなさというか、まあ、顔色的な問題で打てるわけもなく、チャンスで迎えたこの打席、本来ならミート打ちに行って経験値を積むためにヒットを積み重ねたいところですけど、まあ、今回強振で狙いに行くって言った手前ね、一発を最後まで狙い続けましょうや。その結果打てないのであれば仕方がない、うん、そういう割り切り大事なんでね。おーっとパスボールこれぞ二軍って感じ。は？あれでホームに来てない？これも二軍って感じやな。いろいろと雑やな。あ、この打球は、あーよかった。秋広で打つことができて、二軍だらけなチームですけどね。秋広だけは違うってわけではない。秋広も二軍に染まっている選手ですからね。まだまだいろいろと足りないね。あーよかった。このタイミングでようやく状態が上向きになったかな。不調になりました。まあその後また絶不調になることもあるんでしょうけどね。釣りとかすることによって。だから今なんか釣りちょっとやめとくわ。一発打ちたいし。あ、で、これミートの経験値だいぶ溜まってきてるんで、この練習によってミートが F の38になって E に近づきました。言ってもまだまだ足りてないから、これからもミートあげていかないと。5月最後またフリーがあるので、これまた川岸に行きましょう。一人で釣りしに行くわ。また行ったら状態絶不調になりそうで嫌なんですけどね。釣りすると毎回絶不調になるからさ、もう知り合い呼ぶこともない一人で黙々と釣りしたるわ。今日の活性は良くない。良くないのであれば大体パターン分かってきましたね。活性がいい時は早めに上げて、活性が悪い時は遅めに上げる。多分これで合ってると思うよ。どうや、ほらね、やっぱり。あら、そうでもない。あら、そうでもない。結局7匹、なんか随分少なくなっちゃったね。さっき27匹釣れてたの。まあまあ超過はあった。まあまあまああったよね。でもこれだとそこまで上がらないからな。別にそういうわけではないんだ。あ、で、このタイミングで上がった。よう分からんな。絶不調になったり、調子普通になったり。情緒不安定か、お前。どうであれ、5月の締めくくりとなる横浜戦、状態普通で迎えられるので、これだと秋広の今の持つ力は出るんですよ。そのまんま。マイナス的に出ることはないですからね。今の秋広の力を使って、なんとか5月最後のスタンドに運ぶ一発を打って、それが一番いい締めくくりだと思うよ。まずは1打席目。カモン、相手ピッチャー誰だ、徳山というよう分からん投手だが、もう誰か理解する必要はないです。2軍にいるピッチャーです。名前を覚えていく理由もない。将来的にライバルになるかって言われたら、まあそれは分からんけどもね。でも今知っておく必要がないから打つことだけ。あー、この打球はレフト線残る。アウトコースいった持ちなんで、この辺ね、まあ今アウトコースだったからちょっと微妙だけど、まあ逆方向の打球は結構伸びたりするんすよ。だーだ、ホームランじゃないもんな。求めてるのはこれじゃないっつってんのに、ホームランだっつってんのに、芯で捉えきれてないからだよね。結局今のだって差し込まれてる。もっとタイミングよく、気持ち早めに振っていいんだよな。差し込まれてんだよな、どれもこれも。でも早めに振りに行ったらポイントがおろそかになってバットに当たらないんだよ悪循環でしょ。でポイント合わせに行ったら差し込まれる。あー、これはなんでそのインコースの球流した引っ張りに行こう言うて狙いに行って流すんかい、その球をね。逆に難しいことやってるような気がするが、カンは出そうな空気はないですね。最後の瞬間までピッチャーはスタミナ切れ間近なので、もう1球ボーナスで1球ど真ん中投げてこねえかな。あれがあれば、あれがあれば今打てるよ。もちろん当てればの話ですけどね。あれがあってくれたら今比較的甘かったですけど、いや、もっと甘いのが来るとし、来なかった来なかった。それ当てに行くんだったらその前の V スラ打ちに行っとけよ。はい、どうなるどうなる。最後まで打てずに終わっちゃうな、これ。機会は与えられるよね。最後来ますよね。点差随分吐きましたけど、チームの勝ち負け2軍なんでどうでもいい。ピッチャー変わって宮城、ようわからんが、お前から愛打てなーい。今回注目して全試合やりましたけども、1本も打つことはできず、長打自体はそこそこに出てるけど、その長打っていうのもスタンドまで届く気配なんて一切ないでしょ。結局は今の力もないし、また俺も秋広をうまく使えてないから、その繰り返しだからここまで1本も打てず、シーズンが始まってから2軍でもう2ヶ月ですよ。その間20試合近く消化してのこの一発の打てなささ。リアルな秋広だったらもう1軍に上がって活躍してるよ。そして交流戦でも大暴れしているところ、お前は違うんだな。リアルとは何もかもが違う曲線でここまで来ていて、そしてこれからもそう描いていくことになるのかしら。5月に関してはもう試合が残されてなくて、あとはフリーが続くので、そのフリーの間も釣りのスキルを高めることだけしていきましょう。あ、これ釣りできるかな。なんか今びっくりマークついてたね。なんかイベントがあるということなのか。まあ、とりあえず船釣りしますね。なんか起こったりするんちゃうかな。また良くない、ずっと良くないね。遅めに竿を上げる。どうや、あ、やっぱりね、遅めに上げた方がいい感じかな。続いて釣れて、もう何の面白みもないですけどね。10匹まあまあ超過あったじゃねえよもっと楽しめ、てかもっと楽しめるイベントあってくれ。え、何これ。いや、どうもここの管理人を務めてるものです。え、何ので、誰お前。よくご利用いただいてるおかげで今度施設を充実することになりましてね。何のだから。釣りの上達も早くなると思うので今後もどんどんお越しください。
この町の川岸のレベルが2になった。なるほど、釣りの施設ってことね。え、普通の川じゃないの？なんか釣り堀みたいなところでやってた。イメージと全然違うんですけど、管理者の元でやってたつもりはなかったんですけどね。まあでもこれにもよってより魚が釣りやすくなるし、スキルも上がりやすくなるから、もちろんプラスにはなるんだけど、あと釣り全然おもんないね。やっとるけど、なんかやっていけばもっと面白くなるのかなと思ったけどさ、パターン掴んだからさ、活性がいい時は早め、活性が悪い時は遅め、その繰り返しでしかないからめちゃくちゃおもんないですけど、これからもやっていこうと思います。で、今日5月が終了し、同時に1軍も終了したわけで、ジャイアンツは9勝15敗の負け越し、4月勝ち越しで1位だったんですけど、1位から陥落して、バニオちゃん A クラスからもってことになってるんじゃない？順位表見ていくと、やっぱりね、ジャイアンツは一気に5位まで落ちてるわ。1位だったんですけどね、4月の終わりは貯金もいっぱい作れていたところ、たったの1つしか貯金がない。やっぱ今のジャイアンツそんな強くないし、あとセリーグに関しては1位から5位までのゲーム差が全然なくて、阪神が圧倒的に弱い。そして中日が1位。何この世界、デタラメやね。こんな世界だから秋広も打てないのかな。こんな世界で今後やり続ける意味あんのかって言われたら、始めた以上やり続けていくしかないよね。今回6月の1日まで日程を進めました。次回この続きから始めていて、2軍のゲームは6月も多く行われるわけですけど、ただ今回のようにもう多くの試合をプレイする予定はないですね。基本的に選手に任せながらも、その中一発打てないのであれば仕方がない。今は一発打たなくてもいい時期だ。一軍で将来打つから。それよりも今は日程をちょっと早く進めること、そっちにね舵を切りたいというか、あまり試合をプレイする必要性がないので、育成するためだけに進めてますから、だからそっちの方をメインにやっていこうと思います。興味があれば次回も見ていただけると嬉しいです。今回動画最後までご視聴いただきありがとうございました。